でも一月分を前金で払ったでしょ。もうお金がないの。払う方法は他にもある。首飾りを置いて出てって。手を出すな、容赦はせんぞ。ゲラルト、その必要はないわ。俺の意思だ。荷物を持ったら行くぞ。出て行って、早く。手を借りたいならそう言うわよ。なんだ、怒ってるのか。え、いいや、別に。でも首飾りはいいの。私をかくまう危険を犯してくれたからね。心配したぞ。町はウィッチハンターだらけだ。ねえ、準備を済ませて出航を待ってたの。でも先回りされてしまった。奴らは全ての門を閉ざして町中に衛兵を配置した。それから捜索を始めたの。全ての通り、全ての家をくまなくね。少しでも怪しいものは呼び止めた。ほとんどはウサギの足のお守りとか縁起物の魔除けを持った普通の人たち。でも時々はうまくいって本物の魔術師が捕まった。仲間の魔術師のことはもういいだろう。自分を大事にしろ。あなたはベセミルを見捨てられる？エスケルやランバートは？自分のためなら置いていくの？心配してくれてるのは分かってる。でもこのまま荷造りして置いていくなんてできない。もしウィッチハンターに捕まったらどんな目に遭うかは知ってるから。力になれるか？何もかもめちゃくちゃで、どこから始めたらいいのか。できるだけ早く魔術師全員を不当に集めて乗船させないと。でもベルトルドとアニッセがまだ合流地点に来ていない。ベルトルドとアニッセ、誰のことだ？若い夫婦よ。ベルトルドはギルドルフで修行した錬金術師で、アニッセはアレトゥーダム出身。かくまってる人に裏切られてないか心配なのね。私の大家はマシな方でしょ。港に行くのは難しいんじゃないか。衛兵がうゆうゆいるぞ。通りは避けるつもりよ。問題が起きた場合キングフィッシャーで落ち合うことになってる。地下室の抜け道から下水道を通って港に行けるはずだけど。ノビグラドの下水道は知ってる。ウィッチハンターには出くわさないだろうが安全じゃない。だから頼んでるの。港までの道を見つけて安全を確保して。いつウィッチハンターに脱出計画を気づかれるかわからない。私の状況を理解してくれた？はあ。二人を助けて他の全員を危険にさらすか、港に直行して二人を放っておくか。ゲラルト、どうするべき？アニッセとベルトルドを助けよう。簡単に見捨てるのは残酷だ。いいわ、それならすぐに行かないと。時間がない。案内してくれ。あいつだ。捕らえろ。生き延びにしろ。おいしろ。隠れがはどうだ？遠くないわ、いいですよ。今は静かにしてて、注意を引きたくないでしょう。仲介よ、見られたらまずいわ。クムインだな、ずいぶん無茶をしたようだな。言っただろう、魔術師とその女だ。女の方も魔術に手を染めてる。よくやった、連れて行け。頼む、やめてくれ。何も悪いことなんてしてない。
そうか。怪我したいのか。二人の予定の火炙り。大丈夫か？歩けるか？ええ。死にたくない。ここを出ないぞ。ベルトルド。外のありさまを知ってるだろう。港に着く前に捕まる。捕まって殺される。行くぞ。急げ。行くよ。ありがとう。他のみんなと合流しなきゃ。できるだけ早く。キングフィッシャーの地下下水道はもう下水みか？いいえ、下水道を使うことになるなんて思ってもいなかったから。1年前は通りを歩く魔術師に衛兵たちが頭を下げていたのに、それが今やネズミみたいに逃げ回ってる。君は残れ。生きていけるはずだ。他のみんなが生きていけないわ。時間をかけすぎたわ。かけすぎた。二人の人間を助けたんだぞ。ええ、そして一人失った。彼も十分覚悟をしていたはずだ。そうでしょうね。嘆いてる時じゃないわ。ついてきて。ゲラルト、こっち。上で何があった？大丈夫なのか？いいえ、いろいろとまずいわね。待って、誰が残ってるか確かめたいの。どうして泣くんだ、お嬢さん。心配しなさんな。美しさがくすんでしまうよ。ならお前は心配のしすぎか。いや、今に。お前もコビリに逃げるのか？避難を手伝ってるだけだ。知ってるだろう、俺の心は慈悲深くてね。今頃か。魔術師が迫害されるようになって随分経つだろう。だが動きが活発になったのは最近だ。それにコビリに友人がいると都合が良くてね。特にタンクレット王の側近は大歓迎だ。シッ、トリスが話し始める。後で話そう。私たちは長い間逃亡の時を待った。コビリが受け入れてくれるまで、十分な逃亡資金が集まるまで、信頼できる船長が見つかるまで、私たちは長すぎるほど待った。もうためらいはない。今日ノビグラドを離れましょう。無理よ。至る所に奴らがいるのに。だから下水道を通っていくの。ゲラルトが安全な道を手配してくれる。捕まるさ。捕まって殺されるんだかもね。でももしそうなった時は勇敢に戦って死ぬわ。貼り付けにされて慈悲を乞いながらではなくてね。何か起こったら俺が守る。俺も力になるぞ。ああ、エナニアの諜報員ナドビットの右腕だった男だな。
ば昔のことだ。あの異常者に人の殺し方を教えたのはお前だ。今は昔話に花を咲かせてる場合じゃない。議論は終わりよ。下水道に入るぞ。道を確認したら合図する。俺が通った後についてこい。何があっても離れるなよ。私はゲラルトと行く。デクストラは港へ行って船の準備を確認して。分かった。そこで合流できることを祈って。本当に来る気か。気を悪くしないでほしいんだが。もう悪くした。おしゃべりはやめていきましょう。誓うよ、ここを生きられるのなら頑張れよ。魔術はもうやめ。そう簡単にはいかないさ。ラドビットと教会を敵に回してるんだ。奴らは魔術を。何？協力に感謝するわ。礼なんて必要ないさ。この混沌とした街で頼れる誰かがいるってのは何にも変え難いことなのよ。大丈夫だ、もうすぐ終わる。ええ、もうすぐね。のジャコブの年代記、すごい希少な初版本ばっかり。後で見に戻ってこよう。無理よ、忘れたの。今日伸びぐらいで立つの覚えてるさ。ただなかなか実感が湧かないんだ。しっかりしてよ、急ぎましょう。トリス、出口を見つけた。少し噛まれたけど大したことない。傷口を消毒するんだ、感染症にかかるぞ。後でね、まずは港への道を探しましょう。収入源さ。さあ行くぞ。
もめよ。聞こえる？やっと来たか。永遠に出てこないかと思った。何か分かった？船の様子は？古くてボロボロだ。木は腐りかけてるし、帆はすぐ破れそうだ。それに小ビルには行けそう？嵐に会わなければな。みんなに合図するわ。手を貸そうか。バイオリンを弾いたり、花やお菓子を持ってきたりは。一体どういう意味だ？おいおい、トリスをこのまま行かせるなんて言うなよ。なぜお前が気にするんだ？恋物語が大好きなのさ。幸せに暮らしましたとさってやつがな。逃げて、ビッチハンターよ。船に乗り込め、生け捕りにしろ。それを殺す。どうだ、白色みたいだ。殺しやがった。リクストラ、どうお礼を言ったら。社交辞令の暇はないぞ、お嬢さん。最後のお別れを。ありがとう。忘れないわ、あなたがしてくれたこと。私たちの思い出を。ここに残れ。ゲラルト、やめて。こんな時にそんな。ダメよ。メリーゴールドさん、執行するぞ。頼む。機会はあったけど、見ぬふりをしたでしょ。トリス、愛してる。メリーゴールドさん、船を出すぞ。お前はよくやったよ。女魔術師に振られたことがある。聞きたいか？ああ、聞こうじゃないか。知っての通り、俺はフィリパ・エイルハートに惚れていた。レダニアにいた頃にな。ある日、発情した女みたいに香水を浴びて、細い縞模様の服で、ほら、細く見えるだろう。それでフィリパを訪ねたんだ。俺がフィリパ、俺たちは似た者同士だなって言ったら、なんて言われたと思う？服が似合ってないとでも言われたか？いや、フィリッパは。ゲラルト、後ろを向け。ふざけてる気分じゃない。違う、本気だ。後ろを向け。トリス、てっきり。ええ、でも気が変わったの。ありがとう。その嬉しいよ。デクストラ、悪いけど。ああ、とっとと消えるさ。ここを離れましょう。船が見える場所を知ってるの。案内してくれ。彼らはもう安全なのよね。もう心配しなくていい。大丈夫だ。そうね。ただまだ信じられなくて、何ヶ月もこの瞬間を夢見てきたの。約束してくれ。他人のために命を懸けるのはやめると。ダメよ。どうして？トリス、もうノビグラドに魔術師はいない。でもあなたがいる。自分の身は守れるさ。キキモアやグリフィンやブルクサからはね。でもワイルドハントは別。あなたとシリには私が必要。力を貸すわ。
想像通りの結末か？いいえ、想像では残りのみんなと船にいた。そしてあなたは岸にいてハンカチを振ってた。君がこの結末を後悔しないことを願うよ。まあこの季節のこびりは素晴らしいけど、あなたの方がいいだろうな。俺もこの季節は魅力的でね。そうね、全て終わったらこびりに行くのもいい。こびりは遠いじゃないか。この世の果てに行くようなものだ。じゃあ私たちのどんな未来を想像してるの？俺は炎のバラの騎士団の団長、君はメリテレの女司祭長だ。たくさんの子供に囲まれて末永く幸せに暮らすんだ。もうはぐらかして逃げようとしてもダメ。真面目に質問したの。私たちはどこにいると思う？例えば5年後は？さあな、正直わからない。また答えをごまかそうとして悪い子ね。違うさ、未来を考えるよりこの瞬間を生きていたい。今この時をな。こういうあなたに会いたかったのよ。つまり？心を開くことを恐れないあなたよ。本当の気持ち、望みを教えてくれるね。望み？ああ、もう一つある。しっ、わかってる。見ろ、合図だ。メッセージだぞ。フラクブル、フラクブル。意味がわからん。暗号だ、当たり前だろ。ありがとうゲラルト、港でのあの言葉感謝してる。ずっと前に言うべきだった。そしたらどうなってたと思う？めでたしめでたしとはいかなかったわ。幸せな結末を迎えるさ。ええ、山や谷をいくつも越えた先でね。この世界は残酷よ。人生はどうなるかわからない。こうしたいって願っても信じ続けるのはもっと難しい。ついさっきは全然違う気分だったのに。火花は消えましたとさってね。心配しないでゲラルト。それと気をつけてね。シリを探しに行く。あと少しなんだ。せめて何があったか知っているやつを見つけたい。どこで落ち合う？ウィッチャーと女魔術師を受け入れる場所は一つしかない。ケンヤモルヘンね。あそこに行くのは久しぶり。じゃあまたね、ウィッチャー。寂しくなるわ、とても。俺もだ。男物の香水、鼻につく汗の匂い、
関節痛に効く栗の香油。ディクストラか。さすがはウィッチャーの嗅覚だ。お前に隠し事はできないな。お前にも同じことが言えるようだな。いい加減一人にしてくれないか。もちろん、いつかお前に用がなくなったらな。今じゃなきゃいけないか。俺とトリスは今さっき。勘弁してくれ。ウィッチャーは感情を剥奪され何も感じないはずだろ。それに俺の要件は重要なものなんだ。ほう、それは。俺たちは一体何人の魔術師を助けたか覚えてるか。わからん。数えてないが30人前後じゃないか。それで北方にはどれくらい残っていると思う。錬金術師癒して薬草油は2000か3000か。お前は人口の統計でも取ってるのか。違う、俺は心配なんだ。ノビグラドには俺たちがいた。だがリンデでは誰が魔術師を助ける。バンワルドは、アルドカレーは、ガレットは、ラドビットのイカレ野郎は、イエネファーとトリスを含めて一人残らず葬り去るまで手を止めんだろう。グッとくる話だが、さっさと要点に移れ。なんで俺にそんな話をする。ラドビット殺害に手を貸してほしいんだ。世界中の魔術師についてお前が心配してるって。俺がそれを信じるとでも。嘘はついちゃいない。俺が魔術師の境遇に心を痛めてるからではないがな。この組織的な魔術師狩りはさらに深刻な問題の前触れだ。レダニアは今一人の狂人が治めている。俺はラドビットの父ビジビルの下で働いてた。情報員のトップとして20年以上もな。共にレダニアを北方で最も強い国に鍛え上げた。お前は何がレダニアの国力の源だと思う。軍隊じゃないのか。外れだ、バカめ。農民どもに武器を持たせ鍛え上げる方法のどこに美学がある。健康的な経済や他国との強固な同盟、工業力、進展する科学、そして公正で独立した司法機関を保持する強力な国家を築くのははるかに困難なのだ。ビジミルと俺は何年も心血を注ぎ続け、ようやくそれを成し遂げた。それをあの若造が台無しにするのは、ただ黙って見てるつもりはない。ラドビットなど霊言王よりも強王がふさわしい。力を貸してくれないか、ゲラルト。俺は王は殺さない。王殺しの噂が立つのもごめん。こうも分かっている。暗殺の計画を立てるのに手を貸してほしいだけだ。実行は他のやつにやらせる。はあ、ディクストラ、お前は知ってるだろうが、ウィッチャーは政治的には中立な立場にあって。くだらん。それはお前らウィッチャーが使う体のいい方便でしかない。事態は悪化する一方だ。あらゆる町で火あぶりが行われ、有名無名に関わらず魔術師は囚われるようになる。お前の女友達も例外じゃない。非人間族やウィッチャーも狙われるだろう。北方がそんな風に変わってしまっていいのか。その沈黙、言わんとすることはわかる。恩殺しはネッカー退治とはわけが違うからな。俺が言ったことをよく考えてみてくれ。もしそれでこの世界の歴史を明るい方に変える気になったら、俺に会いに来い。場所はパシフローラの屋根裏だ。俺の仲間と一緒に待っている。考えておく。じゃあな、ゲラルト。